北条の海第二部本場三島由紀夫。昭和7年、本田重邦は38歳になった。東京帝国大学法科大学に在学中、高等文官試験の司法科に合格し、大学を卒業すると司法官司法として大阪地方裁判所詰めになり、その後ずっと大阪で暮らしていた。昭和4年に判事に任官し、地方裁判所の右陪席まで行ってから、昨年大阪控訴院へ転出して控訴院の左陪席になったのである。父の親友の裁判官で大正2年の裁判所構成法大改正の折に退職を命じられた人の娘と本田は28歳の時に結婚した。結婚式は東京で挙げ、そのまますぐ大阪へ伴ってきたが、その後10年になるのに子供が生まれない。しかし妻の理恵は優しい、つつましい人とないで、夫婦仲はむつまじかった。本田の父は3年前に亡くなった。東京の屋敷を整理して母を大阪へ引き取ることも考えたけれども、母は拒んで東京で一人広い屋敷を守っている。本田は妻と二人暮らしの借家住まいで、女中を一人置いている。2階が二間、1階が玄関を入れて5つ回り20坪ほどの庭もついて、家賃が32円である。1週3回出勤のほかは宅正日だが、出勤する日は天王寺阿部の筋の自宅から市電に乗って行く。北浜3丁目で降りて土佐堀川と道島川を2つ渡る。ここ流し橋を渡ると、その橋爪が裁判所で、赤レンガの建物の玄関の軒に巨大な菊の御紋章が散然としている。判事にとって重宝なのは風呂敷というものだった。行くにも帰るにもそれを携えているが、それが少ない時は良いが、大抵の場合はかさばって手鞄には入りきらない。厚くても薄くても自在なのは風呂敷である。本田は大麻の配り物のモスリンのチューブ風呂敷を使っていたが、それでも住みきれない時の用心にもう一枚の風呂敷を畳んで入れておく。この風呂敷包みは仕事の命であるから、汽車に乗っても決して網棚に乗せないのが心得である。ある判事は裁判所帰りに同僚と酒を飲む時などは風呂敷の結び目に紐を通して、その紐を首にかけておくのが常だった。判決は裁判所の判事室で書いていけないという理由はない。しかし非改定日に出て行っても、机や椅子の数も乏しく、耳元で法律論が戦わされていて、司法官司法が勉強のために立ったままそれを拝聴したり教えを受けたりしている傍らで、落ち着いて判決が書けようはずがない。自宅で夜鍋仕事にする方が良いのである。本田重邦は刑事事件の専門家で、ことに大阪では刑事の部が少ないところから出世が遅いと言われているのも意に介さなかった。宅正日には次の法廷で審理する事件の警察調書、検事調書、予審調書を夜を徹して読み、抜き書きをして手控えを作った上で右陪席へ回すのであるが、評決の後では裁判長の読み上げるべき判決の草稿を作り、夜の白白明けにやっと、よって主文のごとく判決すという文句にたどり着く。裁判長が訂正過失して返してきたのを今度は毛筆で清書しなければならない。本田の指には代書屋のような筆だこができた。芸者を挙げて騒ぐような席へ出るのは年に一度の忘年会だけで、北の新地の青函楼で開かれるのが例であるが、その席では部長と陪席が互角で通院し、あるいは酔って控訴院長に管を巻く者もあった。普段は梅田新道のカフェやおでん屋で飲むのが歩道との遊興である。
あるカフェでは女給に時刻を聞くと、スカートをまくって太ももに巻いた時計を見て答えるのをサービスにしていた。もちろん中には堅物もいて、カフェを正直にコーヒーを飲むところだと考えている判事もあった。千円の横領事件の審理にあたって被告がみんなカフェで使ったと陳述すると、彼は大いに怒り、嘘をつけ、コーヒーは一杯五千ではないか、そんなにたくさんコーヒーが飲めるわけがないというのだった。減俸問題の後とはいえ、ほぼ300円のホンダの減俸は軍隊で言えば連隊長と同格にあたり、何かにつけて余裕があった。小説を読み漁る人もあり、関税流の歌いやしまいに凝っている人もあった。俳句や俳画の集まりもあったが、多くは後で酒を飲むための口実に使われた。俳句家の判事はダンスに行った。本田はダンスをたしなまなかったけれども、ダンスの好きな同僚からよく話を聞いた。大阪では市条例でダンスが禁止されていたので、京都の桂や蹴上げの方へ行くか、尼崎の田んぼの真ん中の食い瀬の方へ行くかするほかはなかった。大阪からタクシーで1円の距離ではあるが、雨の夜などその田畑の中に孤立した雨天体操場のような建物の窓に灯火を遮る踊りの影が動き、あたかも狸林のようにフォックストロットが雨足の白く立つ頼むを伝わった。これがこの頃の本田の生活のあらましであった。